なんとかジュネーブまで来ました。なんとかね。どうされました。え。なんか飛行機ないらしいですわ。今までで最悪じゃないですか。今までで最悪ですね。2日かかった挙句に荷物がないという。日本出て24時間ぐらい経ちますよ、家出てから。経てますね。なのにまだドイツです。ドイツです。まだドイツです。どういうことでしょうか。雪のため麻痺しております。麻痺しております。荷物は今日届く確証は、今日は無理じゃない。今日届いても多分夜中でない。うん、一応泣いときました。明日から大会やね。問い合わせ先もあるんですよね。ある。じゃあ明日朝起きて電話ですね。ミュンヘン近郊なんか、ミュンヘンの田舎に連れてこられました。来る途中家1個も見ませんでした。でも素晴らしいおばちゃんとね、いいおばちゃんで、もう12時回ってますに着きました。明日の朝は5時半です。長い旅になりそうです。はい、こいて寝ましょう。もう最後レンタルボードとかそういう感じ。 俺はいいけど、それでもレンタルボードって感じになっちゃうかも。あのうまくソール見せないよ。レンタルボードで遠目でずつあるから大丈夫。え、再びキャンセルでございます。再びキャンセルです。最初からね、なんかうまいこといかへんなと思ったんですよ。なんでオーバーチャージから。いや、あんなん普通でしょ。いや普通やけど、なんかね、そういう予感があった。これはちょっと一筋縄ではいかへんな、フランスみたいな。案の定です。なんで私はこんなところで縦日記を書いてるんでしょう。それは飛行機が飛ばないから。天気でも多分ね、明日ぐらいから良くなってくると思う。うん、今日までずっと雨だったから、この辺りも。あ、雨か雪だったから。降らなくていいところが降ってましたね、ミュンヘン。アホほど。うわ、もうね、暖かい食べ物と温かい布団が。温かいスープと。でもまた何日同じパンツ履かなあかんねんっていう感じよね。パンツも届いてないんだ。パンツも届いてないですね。わけのわからない大会に参加したり。わけのわからないメンバーで。ホームページには載った名前。いや、まだ載ってない。さっき電話した。さっき電話で大好き佐々木だけど、うん、遅れるから、ミーティング遅れるからって言って、どうすればいいって言ったら、うん、え、ところであなたはスイスチームって言われました。で、ジャパンって言ったら通じてました。通じてたみたいです。ノープロブレム。ノープロブレム。じゃあ明日8時半のミーティングに来てね。じゃあチームジャパン、チームジャパンで、チームジャパンの、なんだろう、幕開け、はい、幕開け、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チームジャパン、チームジャパン、優勝目指して、いやでもこんなの毎日飲めんなら優勝できなくてもいいかな。ビデオ、How are you? Mori, nice to meet you. Mori, Mori. Nice to meet you. Hi, I'm Mori. Good to see you. Hi, nice to meet you. まだあっちの方にもあるんだ。あの奥に見えてる。あの岩岩だらけの斜面の上にもリフトがかかってる。Des belles images. Donc ils vont se présenter.フォトグラファー。ボンソワ。あ、je m'appelle Yama。フォトグラファー。ボンソワ。je m'appelle Ota。アマスノボラ。
Bonsoir, je m'appelle Daisuke, I'm skier. Kushberry's best. Bonsoir, je m'appelle Mori, I am filmer. Please enjoy our lobby. トーマス・アイズ・フィルムス。何すかこのトーマス・アイズ・フィルムって。これはトーマス君の目ですね。そのトーマス君っていうのは、トーマス君はフランスで僕たちをガイドしてくれたいいイケメン男ですね。このオープニングとエンディングね、何往復もしてこのホテルの廊下を。いやこのねオープニングもでもいいアイデアだったかな。うん、きっとこれがそう、僕たちのテーマはそのフランス人を泣かせようっていうか、フランス人を感激させようっていうテーマで、フランス人の心の金銭に触れるっていうのがテーマだったんだけど、まあそれをコトセに触れるっていう風に言って、とにかくな、僕たちも初めてこういう大会に出たから、一体どういう作品を作ればいいのかっていうの全く分からなかったから、とにかくこのスキー場で楽しんでそれをフィルムに収めようっていう考えだったから、まあ、その点うちらは実際すごい楽しめたし、まあなんか贅沢な1週間だったかな。もうよ滑るのは4日間、でも朝から晩までそのことしか考えないで滑れたし、実はあの現場では誰にも言えへんかったけど、実はこんな苦労を僕はしてたんですっていうのは今になってはありますか、なんか今だから言えることみたいな苦労、いや苦労なんかなかったかな。例えば影と光があって、でどこをどういうふうに滑ったらね、すごく綺麗な写真が撮れるかっていうの、こっちにカメラマンがいて、僕はこっから滑るから、カメラマンはどういうふうに見てて、太陽がどういうふうに映っててとかっていう、そういうのを分かれこの野郎おめえと終始言われてたから、それはすごくね勉強になったし、最後の方はいろいろそういうのを考えながら滑ることができたかな。でももう本当頭パンクしそうになった。どう、その撮影中の苦労話とかなんかエピソードみたいなのは。いや苦労はないな。普通ね、自分たちだったら自分たちでいい場所探さなきゃいけないから大変だけど、今回は山を知り尽くしたガイドがとにかく次はどこいいって言うから、いやパウダーが良くてトラック入ってないとこって言ったら絶対そういうとこ連れてってくれるから、すげえ楽だったな、うん、あとはやっぱみんなでね斜面を選んだりとか、だからライダーだけじゃなくてガイドとかカメラマンとかビデオカメラマンとかみんなで選んでいろいろ話し合いながらできたから、なんかやっぱり今までは自分大会って言っても自分一人だったけど、なんか団体戦だったから、そういうのがまた面白かったかな。あとはやっぱ表彰式の、これは入るのかな、こういうのは。表彰式の時すげえ嬉しかったな。ヨッシーと、もし間違って優勝したら犬と猫の鼻でもつけて出ようぜって言って、絶対そんなのありえねえけどなとか言ったけど、本当になっちゃったしな。そう、ヨッシーはどんな印象でした今回。いやー、ヨッシーはイメージ的にもっと飛んだり擦ったりのイメージ強かったけど、攻め攻めでしたね。クリフバンバン飛んじゃってましたね。どうしちゃったんでしょうかっていうぐらい攻めてましたね。まあその前も何度か大輔とは滑ってるよね、うん、そのでも実際今回の印象とかどうでした。やっぱ全然違うなと思った。今まで滑ってきた人ともそうだし、自分ともそうだし、僕の頭の中にはない
場所を滑る時あるし、でやっぱ結構攻めるじゃないですか、ああいうとこ行っちゃうと。でも常に余力を感じた、うん、それはすごくそう思った。そのスキーヤーとかスノーボーダーとかとの滑るものの違いみたいなのっていうのは感じる部分っていうのはある？うん、違いはやっぱあると思うけど、ああいう雪山滑るっていうことに対しては全然感覚的なものは全然同じじゃないかなと、うん、でもスキーやスノーボーダーっていう感じじゃなかったかな。なんだろう、でもすごい充実感っていうか、うん、うん、いや無理していってよかったですねいや本当に、うんうん、こういうまあ結果ももちろん嬉しいんだけど、経験をさせてもらっただけでもすごい、うんうん、いやあとはやっぱ日本のね、そのライディングだったり作品だったりをこうね紹介できたっていうのはかなり大きいんじゃないですか。うん、なるほど、うん、世界共通っていうのはやっぱ楽しもうっていうことだから、やっぱそれをテーマにうちらは滑って勝てたし、やっぱその楽しむっていう心がやっぱりみんなの心に響いたんだなっていう感じだから、これからもどん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 楽しく滑りたいな。今回フランスだけじゃないけど、楽しむっていうことが最終的には全てなんだなとすごく思ったし、今シーズン通してね、その滑ってる時は怖かったり不安があったりいろいろいろんな感情が入ってくるけど、それで楽しくなかったりするけど、でも最終的ななんかこう結果だったりやり終えた時とかもう最高の気分になれるし、そういうの全部ひっくるめて楽しむことが、うん、全てだなと思いました。みんなでいやーっつってワイワイやってるだけが本当に楽しいことじゃないとは思うし、だから常にこうなんか求めていけば常に楽しいことには巡り合えるんじゃないかなと今回フランスでは思ったですね。For the rest of the season. Yeah, good event. Mmm, 美味しい。Woo!
にゃんにゃんファーストプレイスにゃんにゃんアビスあれアクティビスアクティビスシャお疲れ様でした。お疲れ様でした。良い滞在ができました。気をつけて。じゃあこれからも琴線で行きましょう。琴線で。要は琴線だ。な世界共通。琴線を抑えれば間違いないね。フランス人だろうがアメリカ人だろうが間違いないってことで。はい。じゃあまたお疲れ様でした。気をつけましょう。はい。また連絡します。はい。お疲れ様です。どうも。